おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。月曜日はですね、横浜にて、朝のビジネス英語勉強会なんですけれども、また1名、新しい方がですね、ご参加になります。そして金曜日クラスから、振り替えでいらっしゃる方もいらっしゃいますので、大人数になりそうですが、楽しくディスカッションができそうです。来週のテーマはですね、ピアプレッシャー、仲間からの、友人たちからのプレッシャーがどういうふうに、自分の将来への選択、学業についての将来の選択に影響を及ぼすかという、もう昔からある話ではありますけども、それを新しい見方で、捉えようというところの、テーマになっています。これもまた NPR アメリカの公共放送からの、テーマになっています。これまでの皆さん、学生だった経験が終わりですので、ご自身の経験をもとにいろんな身近なトピックとして積極的にお話しいただけるのではないかと考えています。それではまた月曜日が楽しみです。失礼いたします。